さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。66回目の今回は、ミスタージャイアンツの愛称で親しまれた、選手の紹介になるよ。その選手とは、巨人に選手として17年、監督としては15年在籍していた、長嶋茂雄選手だよ。前回の王選手とは ON 法で有名だけど、まさかこの二人を続けて解説することになるとはね。今回も、もしかしたら前半後半に分けるかもしれないけど、今の時点じゃわからないから、編集してみて考えることにするよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。長嶋茂雄、1936年2月22日生まれの84歳、千葉県印旛郡碓井町出身の元プロ野球選手だよ。引退後は監督を務め、読売ジャイアンツ終身名誉監督、日本プロ野球名球会顧問、ジャイアンツアカデミー名誉校長も務めているよ。愛称はミスタージャイアンツ、ミスタープロ野球、ミスター、長さん、燃える男などだよ。1936年2月20日、千葉県印旛郡碓井町に、兄一人、姉二人の4人兄弟の末っ子として生まれたよ。幼少時代、東急フライヤーズの青バットこと大下や、大阪タイガースの藤村のプレーを見て、野球選手を志すようになるよ。また藤村への憧れから、当時の関東在住者としては珍しく、幼少期は阪神ファンだったよ。小学4年生から、兄の影響で野球を始めたが、当時は終戦間もなくということもあって、道具があまり揃えられず、母親にビー玉と硬い布で、ボールを作ってもらっていたそうだよ。また、グラブも母親の手縫いのもので、初めて握ったバットは青竹を割った手製のものであったよ。小学校6年生の時に、兄が所属していた地元の青年野球団の、ハヤテクラブに入団。兄の下で遊撃手として育てられたよ。中学は碓井二町組合立中学校に入学し、長嶋は野球部に入部したよ。中学3年間は同じ担任の先生であり、以前生徒へのアンケートで、将来の希望を書かせたらほとんどが、プロ野球選手と書かれているのを見て、あまりに野球に熱中する姿に、もっと将来を現実的に考えろ、と生徒全員を机の上に正座させたよ。後年になってその先生は、長嶋がプロ野球の大スターになるとは思わなかった。子供の夢を頭ごなしに否定してはならない、と反省したそうだよ。1951年4月、県内トップの進学校で、甲子園出場経験もある、千葉県立千葉高等学校の入学も考えたが、地元の名門の、千葉県立桜第一高等学校に進学するよ。そして2年生から4番打者を担うよ。高校時代はほぼ無名だったが、高校最後の大会地区予選で勝ち進み、南関東大会に千葉代表校として、出場を果たすよ。第一回戦、熊谷高校との試合で、遊撃手の長嶋は、試合前に負傷していた三塁手に代わって、三塁手を務めたよ。遊撃手で、度重なるエラーをしていたことからのコンバートであり、以降、三塁手として定着。同試合には敗れたものの、6回表に福島投手から、高校公式試合で、自身唯一の本塁打を放ったよ。この特大の本塁打により、長嶋は野球関係者から、大いに注目を集めることとなったよ。内野手のスカウトに当たっていた、富士製鉄室蘭野球部マネージャーは、長嶋に富士製鉄室蘭への入社を勧めるも、長嶋の父親は進学を希望し、さらに上司から、北海道からの新人が内定したとの連絡を受けたため、断念。その代わりに、自らの出身校の水戸正高の先輩に当たる、砂押しが監督を務める、立教大学への進学を勧めたよ。砂押しの教育方針に感銘を受けた、長嶋の父親は、読売ジャイアンツからのプロ入りのオファーも、長嶋に知らせない上で、進学を理由に勝手に断っているよ。同年11月下旬、静岡の伊東スタジアムで行われた、立教大学野球部推薦入学の、セレクションが行われたよ。フェンス直撃を含む3本の安打を打ち、参加者80人中20人が、甲子園出場組という中で、推薦順位2位で合格し、砂押しにも認められたよ。1954年、立教大学経済学部に進学。野球部では砂押し監督に目をかけられ、定規マジオや、ヨギベラなどのプレーを参考にした、メジャー流の練習や、杉浦の自宅に呼んでの練習など、特別扱いの猛練習を重ね、ただし三塁手となるよ。しかし翌1955年に、先輩の大沢らが砂押し排斥運動を起こすよ。このような野球部の環境に嫌気がさし、1955年頃には同期の杉浦と共に、野球部の合宿所を抜け出し、杉浦の地元の愛知県に本拠地を置く、中日ドラゴンズの球団事務所を訪問。その上で、軍隊のような立教野球部が嫌になったので、大学を中退して、中日で野球をやり、金を稼ぎたい。契約金はいらない、と申し出たが、応対した中日の球団代表から申し出を拒否されたよ。
砂押しの退任後、長嶋は辻の下で、同期の杉浦投手、師匠を務めた本屋敷内野手と共に、立教サンバガラスと呼ばれ、東京六大学野球において、1956年の春季リーグ戦と、1957年の秋季リーグ戦で、首位打者を獲得する活躍を見せたよ。また1955年秋季から1957年秋季まで、5シーズン連続でリーグベスト9に選ばれるよ。1957年には、六大学リーグの通算新記録となる、8本塁打を放ったよ。1955年には第2回アジア野球選手権大会、日本代表に選出されたよ。リーグ通算96試合に出場し、打率2割8分6厘、8本塁打、39打点、22盗塁。打撃に加えて守備や俊足も、野球関係者から高い評価を受けたよ。長嶋は高校時代から社会人野球に、進むと思われていたよ。だが様々な球団が、長嶋との接触を図っていたが、本命は南海ホークスとされていたよ。そんな中、読売ジャイアンツが、長嶋の家族に接触して、解き伏せる作戦に出ていて、母親から、せめて在京の球団に、と懇願されたのが決め手になり、長嶋は南海から一転、巨人への入団を決め、11月20日に契約したよ。背番号は千葉のつけていた3に決まったよ。当初、川上から10を勧められたが、辞退しているよ。川上が勧めた理由は、14は沢村、16は川上であるから、長嶋が15をつければ、14、15、16と3つ連続で永久欠番になるだろうと、いう思いからだったよ。長嶋が辞退した理由は、恐れ多いとも、一桁が良かったからだとも言われているよ。契約金は当時最高額の1800万円、年俸は200万円だったよ。ルーキーの1958年は、オープン戦で7本の本塁打を放つなど、活躍の期待が高まる中で開幕戦を迎えたよ。4月5日、国鉄戦に3番サードで先発出場してデビュー。国鉄のエースの金田に4打席連続三振を喫し、その全てが渾身のフルスイングによる三振であったことが伝説的に語り継がれているよ。オープン戦の最中、ある解説者が長嶋を褒めたたえ、金田など打ち崩して当然、といった趣旨の発言をしていたのを、偶然耳にした金田は激高、この日の登板のために特訓を重ね、肩のピークがちょうど来るようにしたそうだよ。しかし、その後は長嶋も金田を打つようになり、翌年の開幕戦では本塁打を放っているよ。また長嶋の最終的な対金田通算対戦成績は、打率3割1分3厘、18本塁打だったよ。デビューから2日後の、4月7日の国鉄戦で、三林から初安打、4月10日の太陽戦で、近藤から初本塁打を放ち、8月6日の広島戦から、巨人の中心打者であった、川上に代わる4番打者となり、チームのリーグ優勝に貢献したよ。9月19日に行われた広島戦では、うがりから新人記録となる、28号本塁打を放ったが、一塁ベースを踏み忘れて、本塁打を取り消されたよ。もしこのベースの踏み忘れがなければ、新人としても、巨人の選手としても、唯一のトリプルスリーの、記録を達成していたよ。そして長嶋は、翌9月20日の大阪戦で、28号を打ち直し、新人本塁打プロ野球新記録を達成。最終打撃成績は、29本塁打、92打点を記録し、本塁打王と打点王の2冠を獲得。また長嶋は最多安打を記録、盗塁もリーグ2位の37と活躍し、新人王に選ばれたよ。新人記録では、1956年の佐々木以来2人目の全イニング出場。また、新人の89得点は、徳良の90得点に次ぐ歴代2位で、新人のセリーグ記録。その他にも新人選手として、34二塁打は歴代1位、290塁打は歴代1位、153安打はセリーグ記録、92打点はセリーグ記録であり、打率、本塁打、盗塁もそれぞれ新人歴代5位以内に入っているよ。1959年6月25日、後楽園球場で行われた展覧試合では、4対4で迎えた9回裏、先頭打者の長嶋が阪神の2番手、村山からサヨナラ本塁打を放つよ。この試合を機に、プロ野球人気が大学野球のそれを、上回るようになったとされ、また、長嶋の勝負強さが、日本中に知れ渡るようになったよ。なお、同試合では当時ルーキーであった、大貞治も本塁打を打っており、106回あった ON アベック本塁打の、第1号になったよ。2年目となった同年シーズンは、シーズン途中まで、パリーグの葛城と共に、三冠ペースだったが、終盤に本塁打と打点が伸びなかったよ。1960年は、打率3割3分4厘で首位打者を取り、4番打者ながらリーグ2位の31盗塁を記録。
1961年は、打率3割5分3厘で2位の近藤の3割1分6厘に大差をつけて、3年連続となる首位打者、初のセリーグ MVP を獲得し、28本塁打で本塁打王も獲得。打点はリーグ2位の86打点で、打点王の桑田には8打点及ばなかったよ。1962年は、打率2割8分8厘でリーグ5位に終わるが、本塁打と打点はそれぞれリーグ2位、盗塁はリーグ3位を記録するよ。1963年は、打率3割4分1厘、37本塁打、112打点で首位打者と打点王を獲得。本塁打は王の40本塁打に次ぐリーグ2位で、王の打点も長嶋に次ぐ、リーグ2位だったよ。この年は2年ぶりのリーグ優勝、日本一に大きく貢献し、2度目のセリーグ MVP を受賞。1964年は、リーグ3位タイの31本塁打を残し、打率と打点はリーグ4位を記録。1965年は、王の104打点に次ぐリーグ2位の80打点を残すなど活躍したよ。そして同年から、巨人の V 級が始まるよ。1966年は、打率3割4分4厘で、5度目の首位打者を獲得。26本塁打、105打点は、それぞれ王に次ぐリーグ2位だったよ。そして3度目のセリーグ MVP を受賞。秋には、日米野球で来日した、ドジャースのオマリー会長が、長嶋を譲ってほしい。2年間でいいと、勝利期に打診したが、長嶋がいなくなると、日本の野球は10年遅れる、と断ったため、メジャー移籍は実現しなかったよ。1967年は入団以来初めて、打率ベスト10から漏れるなど、不調に終わったよ。特に5月27日の中日戦では、9回の巨人が3点を追う場面で、応援アベック砲を期待されていたところを、監督の川上に代打を告げられて、交代させられるなどの不遇もあったよ。1968年シーズンは、王に次ぐリーグ2位の打率3割1分8厘、王とデイロバーツに次ぐ、リーグ3位の39本塁打を残し、リーグ最多の125打点を記録して、打点王となったよ。39本塁打は2019年に坂本に抜かれるまで、巨人の生え抜き日本人右打者の、1シーズン最多記録であったよ。そして4度目のセリーグ MVP を受賞。1969年は王とロバーツに次ぐ、リーグ3位の打率3割1分1厘、リーグ4位の32本塁打を残し、115打点で打点王を獲得。そして球界最高の、年俸4560万円で契約を更改したよ。1970年は打率でリーグ10位と低迷するが、一方でリーグ5位タイの22本塁打を残し、リーグ最多の105打点を記録して、3年連続の打点王となったよ。1971年1月、巨人軍13代目のキャプテンに就任。5月25日のヤクルト戦にて、浅野から史上5人目となる、通算2000本安打を達成。1708試合での到達は、川上に次いで歴代2位のスピード記録であり、右打者では歴代最速記録だよ。また、大学卒でプロ入りしたプロ野球選手では、初の達成者となったよ。同年シーズンは2位の衣笠の2割8分5厘を大きく引き離す、打率3割2分を残し、6度目の首位打者となったよ。なお、この年以降巨人の右打者の、首位打者獲得は2009年に、アレックス・ラミレスが、日本人右打者に限定すれば、2011年に長野が獲得するまで、非常に長い年数が経っていたよ。シーズンオフの12月27日に、翌シーズンよりコーチを、兼任することが発表されたよ。そして5度目のセリーグ MVP を受賞。1972年、選手兼任コーチとして迎えたシーズン、リーグ3位の92打点、リーグ4位の27本塁打を放った一方、打率はベスト10から漏れたよ。1973年は、打率2割6分9厘、20本塁打、76打点と成績が下降したよ。南海との日本シリーズは、右手薬指を骨折し、欠場を余儀なくされたよ。同年シーズン終了後、監督の川上より、生涯打率3割を切らないうちに、引退した方がいいと、引退を勧告されたが、それを拒否して翌年も現役を続けたよ。1974年10月12日、中日の優勝が決まり、巨人の V10 が消えた日、長嶋は現役引退を表明。翌日のスポーツ新聞の一面は、長嶋引退の記事一色となり、中日の優勝は脇に追いやられたよ。引退会見では、僕はボロボロになれるまでやれて幸せだった。最後まで試合に出ますよと、残りの中日戦に試合の出場を約束したよ。引退会見翌日の10月13日の、中日戦ダブルヘッダーが、長嶋の引退試合となる予定だったが、降雨で14日に順延となったよ。引退試合前のミーティングで長嶋は、チームメイトに、思い残すことはない。みんなもいつか引退の日が来るが、それまでベストを尽くして、悔いのないプレーをしてほしい、と挨拶。その後、この年史上初の、2年連続三冠王を決めていた王に、そっと、すまんねえ、今日は引き立て役になってもらうよ、と囁いたよ。
それに対して王は笑って、今日はパッと明るく、アベックホーマーで行きましょう、と答えているよ。引退試合の第1試合は、3番三塁手で出場。第2打席に村上から、現役最後の本塁打を放ったよ。この試合では王も本塁打を放ち、王の言葉通り、最後の ON アベック本塁打を記録したよ。第1試合終了時、長嶋は外野フェンスに沿って、泣きながらファンに挨拶したよ。当初は第2試合終了後、場内を一周する予定で、全く予定外の行動だったよ。長嶋はこの時の行動について、今日ほどスタンドの拍手が、胸に響いたことはなかった。第1試合が終わったら、知らないうちに外野に足が向いていたんだ、と語っているよ。続く、第2試合は、4番三塁手で出場。長嶋はこの試合の第3打席で、現役最後の安打を放ったよ。最終打席は、8回で佐藤から、ショートへの併殺打に終わったよ。試合は10対0で巨人の勝利。第2試合終了時、長嶋は名残惜しむように一人一人と握手し、最後は王と腰に手を寄せ合いながら、ベンチに引き上げたよ。引退セレモニーのスピーチでは、我が巨人軍は永久に不滅です、という有名な言葉を残したよ。この言葉はしばしば、永遠に不滅です、と誤って引用されているよ。同年11月21日、選手時代につけていた背番号3は、読売ジャイアンツの永久欠番に認定されたよ。後に長嶋は、この引退の理由について当時の時点では、まだ2、3年は選手としてやれる、と思っていたが、自身の成績の低下や、チームの連覇が途絶えてしまったこと、お金も名誉もいらないから、選手としてやらせてほしい、という理由で断っていた、巨人軍の監督のオファーが、断れなくなったことを挙げているよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。このまま進めて監督時代までやってもいかったんだけど、時間的にこの辺りで切っておいた方が、見ている人にもちょうどいい時間かもしれないと思ったからだよ。編集してみての感想は、若手の頃には結構盗塁をしていたみたいで、打撃だけじゃなかったんだって思ったね。その上、王選手も同じ球団で同じ時代にいた、お互いタイトルを取り合っている頃の巨人は、そりゃ V級もするだろうね。ただ、前半の量としては、王選手のおよそ半分ほどだったのは気になるけど、てなわけで、前編はここまで。次回の後編は、監督時代の解説になるよ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。